はい。おはようございます。沖縄おばばでございます。はい。えー、今日ももう非常にいい天気でございます。はい。えっ、ー、とですね。朝の雑談です。はい。えー、まあ今日ね。えー、まあいろいろテレビ、テレビっていうかね。まあ、えー、動画なんですけど、朝のニュースを見てて、えー、まあ気がついたことに3点と、あと、まあやっぱりかっていう感じです。なことがあります。はい。えっ、ー、とですね、えー。例の気球ですね。はい。 えー、気球に乗ってどこまでも行きましょうというね。あの気球なんですけど、やっぱりね、あの白い人たちって非常に短絡的だと思います。はい。えー、あれね、撃ち落としちゃって大丈夫なんでしょうかね。はい、えー、カナーのダーでもね、撃ち落としたって言ってましたけど、あの中にね、あの中に、えー、科学やらね、 え、生物のね、平気だよとかが入ってたらどうするんでしょうかやりますよ、そういうこと平気で。はい。えー、向こうはね、えー、向こう側っていうのはやるんですよ。はい。えー、特にね、シーンの奥にはね、えー、まあ、人のね、命っていうのはシャクッと浄化されるためにね、えー、あるようなもんなんで、やりますよ。はい。えー、なのでね、 まあ、日本でもね、えー、そういうのが飛んできたら、なんかの対処するって言ってるんですけど、まあ、あのー、なんて言うのかな。あ、撃ち落とすっていうよりは、あなんて言うのかな。こう、捕獲した方がよろしいかと思います。で、中の成分とかね、よく研究してね。はい、いや、でも撃ち落とすかもしれませんけど、はい。わざと。はい。まあ、そういうことです。えー、まあ、ね、生物のお平気だよとかがね、 えー、ばらまかれますからね。はい。打ち落としたりしたり、なんかしたらね。えー、まあね、白い人たちってね、ほんと短絡的だなと思ってます。はい。まあ、だからこそね、あのー、シュワットブームも短絡的なんでしょうけど。でもね、やってることは計画練ってるんですよ。はい。まあね、えー、不思議な感じです。はい。まあ、 よく考えないというかね。えー、もしかしたら、それも計画のうちなのかもしれません。えー、生物の平気だよーがね、中にいっぱい詰まってるのが分かってて、えー、バキューンってやってるのかもしれませんね。はい。えー、そうしますとね、あの、一石二鳥ですからね、向こう側にとっては。まあ、そういうことですね。で、あ、やっぱりかーって思ったことがいくつかありまして、 えー、やっぱり分かってましたね。あのー、ここみさん。はい。まあ、分かってるだろうなとは思ってたんですけど、分かってました。で、えー、まあ、ご自身もね、食べてないみたいですけど、えー、言ってましたよね。はい。えー、松葉茶飲んでるって <laughs>。もうね、はい。あの、支援についてね、分かってんのか分かってないのか分かんないな、この方って思ってたんですけど、 えー、わかってますね。全部ね。はい。で、えー、ちなみに、あの、娘さんもね、えー、今、スクールに行ってないみたいですけど、あれ、絶対、支援ですね。支援防止のために行かせてないんですね。親心ですね。いいですね。はい。まあ、お子様がね、ちっちゃいうちはね、えー、いろいろな理由つけさせてね、行かせないっていうことができるんでね。はい。えー、まあ、ね、えー、いわゆるね、コロアンティーノの大冒険。 のこととかね。まあ、いろんな理由があるんで、えー。まあ、いいんじゃないかなと思います。はい、えー。その方がね。はい。えー、やっぱ、支援でね、やられては元も子もありません。はい。えー、まあ,あー、ちょっと安心しました。支、は、援、いえー、分かってるんだか分かってないんだか分かんないな、この方と思ってたんですけど、分かってたようですね。えー、まあ、良かったです。はい。まあ、そういうことでございますね。で、まあ、言ってましたけど、まあ、 大崩壊ですよ。はい。大崩壊。はい、えー。社会大崩壊です。はい。えー、どんどんとね、えー、あれ食べた人が、お腹痛いとかね、食中毒とか言ってね、えー、どん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 会社休んでって、そのうちに消えてきます。はい。そのうちに消えていきます。そのうちに、どこかね、違う世界に旅立って行かれるんで、えー、まあ、とんでもないことになりますよ。はい。 とんでもないことになります。もう何度も言ってますけど、とんでもないことになります。なのでね、私が、あいつもね、えー、自分でね、えー、まあ、ベランダとかね、えー、室内でも、窓際でとかでね、再演できるんだったらやってくださいって言ってる意味はそれです。はい。あと、備蓄ですね。 はい。おかずはね、野菜で作れても主食は作れませんから。はい。まあ、ちょっとね、ベランダとかお庭とか広い人がいればね、えー、じゃがいもとかね、芋系の主食は作れるかもしれませんね。はい。えー、まあ、そんな感じですね。もう、目前に迫ってきてます、これ。はい。えー、あと数ヶ月、まあ、一年かかるかかかんないかわかんないですけどね。 はい。えー、まあ、あと、まあ、来年の今頃は、まあ、人もすごい減ってるんじゃないかなと思ってます。はい。えー、まあ、朝からね、こんなね、えー、あれな話をしてしまって申し訳ないんですけど、はい。えー、まあ、そんなこんなでね、えー、今週も、頑張っていきましょう。それからね、えー、今、あのー、メンバーさんの配信用意してます。 はい。えー、ちょっとね、意外なあ記事かもしれません。あっち側のね、えー、もう歴史とかそういうのは皆さんご存知で、えー、知りたくないかなと思ったんで、こう別のことにしてます。はい。最近はね。はい。えー、用意してますんで、えー、よろしくお願いいたします。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでーした。